今期の竜王戦七番勝負は4連覇を目指す藤井聡太七冠に初めてのタイトル戦となる佐々木勇気八段が挑戦しています。第4局は去年オープンした大阪府茨木市の文化子育て複合施設が会場で、午前9時佐々木八段の先手で始まりました。それではここになりましたので佐々木挑戦者の先手番で始めてください。お願いします。藤井七冠はここまで2勝1敗で第4局に勝てば竜王戦4連覇に王手をかけます。対局は2日制で勝敗は明日午後決まる見通しです。